大分県立肘王国高等学校出身、専修学校ビューティーモードカレッジ美容科トニー&ガイコース1年の豊島奈々美です。親から離れて自立したいと思ってよく旅行に行って気に入ってた沖縄で一人暮らししたいなと思って沖縄に来ました。昔から何かするって言った時に全部否定せずにやってみたらみたいな応援してくれる親だったので、沖縄に行くって言った時はびっくりされたんですけど背中を押してくれました。実家にいた時は家事とか全然もう手伝わなかったんですけど、沖縄に来て一人暮らしをしてご飯も自分で作るようになったし、掃除とかも洗濯も全部自分でするのが楽しく思えるようになったのがいいことです。好きな料理は最近あ、肉じゃがです。得意好きな料理はジンゴミ豆腐です。中学1年生の時に沖縄に旅行に来て居酒屋で食べました。すごく時間にルーズなことが驚いたっていうか気になりました1時とかに迎えに行くよねって言われて、ちょっと1時にはもう準備バッチリ待ってたんですけど、もう今来たよってメールとか電話が来たのが2時過ぎ1時間待たされたって慣れた慣れないです。待つのは嫌いじゃないんですけど、待たされる時間が長すぎて慣れないです。死に何々の死にです。大分から来たっていう話をした時に死にすごいみたいな、死にって何なんかふとんとしてたんです。なんか変なこと言ったみたいな感じで言われた時に死にって何みたいな感じで聞いたら、すごく何だよって意味だよっていうのを教えてもらいました。同じものも使いますか？使わないです。インチキは使う。もう使うようになった。使う出ます多分。お母さんが漬物とかも好きで、しばらくなんかすごいねだってきます。感謝してるのは親ももちろんなんですけど、沖縄に来て不安だった時に助けてくれたのが担任の先生だったり周りの友達だったりしたので、それすごい感謝してます。ありがとうございます。ここを卒業したら東京の有名サロンに就職して、そこで力をつけて自分のお店を持って有名なサロンにしたいです。私は人見知りで人間関係がすごい心配だったんですけど、こっちに来てみて自分から話しかけれなくて、あ一人なのかなと思ったら沖縄の子から話しかけてくれて、フレンドリーで最初から馴染みやすかったけど時間にルーズです。楽しいっていうか、そういういい人、本当に優しい人がたくさんいるので、全然不安にならないで沖縄に来るとすごく過ごしやすいと思います。沖縄は優しい人がいっぱいいるので、ぜひ来てくれ。やばい、恥ずかしい。